皆さんこんにちは、四畳半のおかみでございます。今日ご紹介するのはこちら、日本料理築地のカニのお味噌汁、フリーズドライタイプでございます。味噌汁でレトルトのものっていうと、お弁当とかね、よくコンビニのお弁当とかで、あのカップのね、生味噌が入ってるあのしじみとか豚汁みたいなやつはあのよく飲んでたんですけど、こういうフリーズドライものって実は初めて見たというか、仰々しいパッケージでね、お値段もこれ1個で150円ぐらいしました。お味噌汁で150円っていうとちょっと高いなって僕の中でちょっとあったんですけど、まあ、パッケージもちょっとね、ギョギョしいし。あの、でも、ゆくゆく考えると、こういうあの、日本料理の、出汁系のものっていう、ものすごく実は手の込んでるものなんですよ。っていうのは、僕、実は、若い頃、料亭じゃないんですけど、こういう日本料理を出してるお店で、まあ、ホールの方でね、お仕事したことがありまして、で、その時の、いわゆるワンモノって言われるものは、お店の中というか、調理場の中で、トップクラスの方が、実は作る持ち場の仕事なんですよ。日本料理の板前さんのお仕事の、この、ステップアップしていく、まあ、持ち場があるんですけど、懐石料理とか、っていうのは、みんなが、どの仕事もできるってわけじゃなくて、下積みからこう、ね、登り詰めてその持ち場をもらえるっていう、すごい修行の期間を長い期間受けていって、やっとこの汁物、あとは煮物とか、あの煮方っていうんですけど、っていうところまで行ける方が作れるお仕事のものなんだったんですよ。僕がいたところは。あの、順を追っていくと、もう、いわゆる、まあ、あの、下準備っていうか、もう下積みの本当に雑用係。追い回しって言ったかな、蒸し物の水を張ったりとか、もう本当に洗い物っていうか、もう食器の準備とか片付けとか、本当にもう食材触れない期間があって、でその後ようやく揚げ物だったかな、揚げ物で、焼き物、そしてお作りで、その後にやっとあの煮物が扱えたり、和物、汁物、そして、板前っていう、すごい順番を長い年月、本当に、ね、10年以上かけて、やっとその持ち場に行ける。で、なんでこの汁物が一番後の方に来てるかっていうと、その時教わった話だと、出汁を作るお仕事っていうのは、お店の味を決める本当に一番のポイントになるものが出汁。どのお料理にもこの出汁が使われる。で、この出汁がうまく作れないと、そのお店の味は守れないっていうぐらい、もう本当に経験っていうか、勘というか、技術が必要というか、もう本当にお店の味を決めるものが、この和物を扱う和物の方が作れるお出汁が重要なポジションだと教わりました。なのでそう思うと、この150円で料亭の味の味噌汁が飲めるっていうのは、買うときちょっとうんって思って、高いなと思ったけど、そう思うとちょっと安いなっていうのもちょっとありまして、楽しみにちょっと飲んでみたいと思います。こういうのはね、もう雰囲気大事なんで、こういう畳のところでお椀もちゃんとしっかりしたのを用意しました。我が家でめったに使わない大ギョしいお椀でございます。じゃあちょっとこれ開けてみたいと思います。よいしょ。あ、もう予想通りだね。こういう、あ、2つ入ってる。これを両方入れるってことだね。こんな風になってんだ。で、今ちょっとお湯を沸かしてるので、沸き次第、ここに 160cc のお湯を入れろって書いてありました。では、160cc の熱湯を注いでみたいと思います。よっ。おー。すぐ溶けるんだね。なんかテレビで見たけど、フリーズドライっていうのは、なんかお湯を注いで30秒以内に食べられないものはフリーズドライって言わないっていう、なんか作ってるおっちゃんがテレビに言ってました。あ、すごいな。一瞬でできた。完成でございます。早いな。では早速いただきたいと思います。あ、角度的に見えないか。うめえ。こういうネギなんかも大きいでしょ。大きいし、
すんごいシャキシャキしてんの。びっくりした。フリーズドライって僕が働いた時のその日本料理のお店はいわゆるこういう白味噌のお味噌汁っていうのをね出してなかったんですよ。で日本料理っていうのはその和物で出すものはまずねお吸い物、エビ新醤とかが入って澄んだお椀が最初の前菜、前菜っていうのかな、もう出てこない名前が出てこない、もう古い話で、で前菜が出て、でお作りが出て、でその後お椀物があれだかな、うん、この吸い物が出て、で味噌汁って言われてるものは赤だしっていうのを出してました。赤味噌とはちょっと違うのかな、あれっていわゆるこの白味噌じゃなくて赤い味噌汁、赤だし、もう汁物って言ったらこの2つで、こういうね白味噌のお味噌汁ってあそこのお店では出してなかったな。だ日本料理のお味噌汁っていうと赤だしっていうイメージがあったんですけど、やっぱりね修行の期間もすごい厳しいんですよ。同年代ぐらいの若手の人とかもやっぱり何人かいて、仕事終わってねよく飲みに行ってました。もう本当にね理不尽なんですよ。今でこそねパワハラだとか言って問題にねいろんなことがすぐなるけど、でもねこういう職人さんの世界ではもうね当たり前にそういうのがあるじゃないと多分ね技術が身につかないんだと思う。もうそういう世界だったね。今はわかんないですよ。今はわかんないですけど、あの当時は厳しい厳しいって言われてる自分の上司よりも、もう理不尽なぐらいに厳しかったですからね。もう見てて、若いやつがもう普通に叱られて、こういうお椀物の赤だしバーンって投げられて、これビシャーってかかって、お前何釣ったってんだよ、お前何やってんだよ、この野郎みたいな。お前赤だしくせんだよとか、いや、親方が今投げた赤だしでそれとかって、こっちは思いながらね、終わった後、仕事終わってこう飲み行ってね、だねみたいな、ホールでよかった俺とか思いながらでそ、まあ、今はわかんないですよ。でも、まあ、そんなんで問題だって言って騒ぐような人はねやっていけない、やっていけない世界ですね、見てて。だからね本当にすごいんですよ。板前って呼ばれていて、で自分のお店を持ってお客さんがついててね、通い詰めてくれてる方がいるお店の本当に支えてる職人さんたちって、職人って言わない、板前さんのお店の方々って本当に尊敬します。本当すごいですよ。だからそういう世界の人たちを相手にこういうインスタントでお味噌汁を作って再現してみんなに配りたね行きたいとかっていう、このマルコメさんの営業マンの人もすげえなって思いますよね。もう絶対怖くていけないですよ普通。美味しい以上フリーズドライのお味噌汁でございました。うまいです。ありがとうございます。